今回はセブンイレブンの生たらこのおにぎりですね。こちらを食べていきたいと思います。早速こちら切っていきますよ。断面ですけど、おお、結構詰まってますね。こちらですね、いいんじゃないですかね。早速いただきますよ。いや、生たらこってのがいいですね。これ美味しいですよ。いや、しっかりしたたらこですね。これ結構いい味出してますよ。高いだけあってちゃんと具も入ってますね。というところで、今回この生たらこのおにぎりをいただきました。ご視聴ありがとうございました。